創価は4回裏ワンアウト満塁。ダブルプレーが崩れる間に先制点を奪うと、バッテリーエラーでさらに1点を追加、リードを2点に広げます。創価先発は1年生エースの杉江。ランナーは許すものの要所を締めるピッチングで8回まで日大豊山打線に得点を許しません。迎えた9回表、日大豊山の攻撃。この回先頭の5番市澤、ライト前に運んだ。6番井原、これもライト前へ、連打でランナー一塁二塁。7番和田、バントした。杉江がサードへ投げるが間に合わない。ノーアウト満塁。日大豊山が土壇場で作ったビッグチャンス。打席には代打豊田。そうか、杉江ここをしのげるか。ショートゴロ、バックホームできない。日大豊山がついに1点を返します。なおもワンアウトランナー二塁三塁、一打逆転のチャンスに9番加納。打球が前進守備のショートの横を抜ける、タイムリーヒット。土壇場で同点に追いついた。なおもランナー一塁三塁、逆転のチャンス。打席には1番高橋。セカンドゴロだがここで守備が乱れた。この間に三塁ランナーがホームイン。日大豊山試合をひっくり返します。ランナー一塁二塁となって2番小川、打ち上げてしまった。難しいファウルフライだがファーストがうまく取った。これを見て二塁ランナーが三塁へタッチアップ。続く3番米田、初球をピッチャー前にバント、ベースカバーがいない。タイムリー内野安打となって日大豊山に大きな4点目が入ります。9回裏の日大豊山のマウンドには3番手森が上がります。逆転を許した創価、意地を見せられるか。この回先頭の6番阿部、その初球デッドボール。ノーアウトランナー1塁。ここで森が絶妙の牽制、タッチアウト。創価貴重なランナーを失います。7番羽村、フォアボールを選んで1塁へ。8番竹内、右中間へいい当たり、抜けるか。ライトの米田追いついた。これでツーアウト。打席には9番今井、打球はライト線に落ちた。ランナー一塁三塁、まだ終わらない、終わらせない。打順は1番に帰って高澤、ホームランが出れば逆転。捉えたか、大きいぞ、入るか、あと人の身が足りない。ゲームセット、日大豊山が劇的な逆転勝ちでベスト8進出を決めました。なんとかしてでも次につなげたかったので、絶対抑えてやるって気持ちで投げてたんですけど、向こうの方がやっぱり1枚上だったんで行ったりしました。次こそはしっかり自分がこの冬の練習でレベルアップして成長した姿を春の大会で見せれるように頑張っていきたいと思います。まあ、序盤から、やっぱ打たれて、
ピンチが何回もあったんですけど、そこを粘って、まあ、絶対終盤逆転するという気持ちで、まあ、全員が気持ち切らさず最後までできたかなと思います。まあ、次も厳しい戦いになると思いますが、絶対最後まで気持ち切らさないで次も絶対勝ちたいと思います。いやー、そうか、日大豊山の試合はすごかったですね。最後ね、うん、これ観戦してて、これ声出しちゃいけませんけどね、あの打球はもう出ちゃう、もうあのだってあの中継 の, あの収録したカメラに、うん、いや焦ったねってあの周りの皆さんの声入ってましたからね。こんなね、うん、でも豊山も9回の攻撃ね。そう、うん、まず日大豊山があの9回に追いついて逆転した、これだからさっきの日野と寛一もそうだったんだけど、うん、やっぱりこの9イニングを戦う難しさ、いやこのあとたった1イニングっていうのがね、やっぱりよく試合、まあ、取材してると、うん、最終回にこうベンチ前で選手集めて監督がこう、ね、言うんですよね。豊山だとやっぱ福島監督なんでね、うん、まあ、いつもあの報道陣にもニコニコご対応してくれる福島監督なんで、うん、選手たちに何か鼓舞する一言何か言ったんじゃないかなってね、うん、私取材したい、うん、いやもう日大ね、豊山でも、うん、いやいい勝ち方をした、うん、ね、最後まで諦めて、で、はい、ただそのじゃあそうかも逆転されてから諦めず9回ツーアウトからしっかりランナー貯めて最後あの当たりですよ。であれがあと1メートルか2メートルか分からないですけどね、そこ伸びるようにこうみんなでね、杉江くんもね冬のトレーニング頑張るって言ってたんで、いやもう期待してます。さあそして皆さんからのメッセージ来ました。でん、目指す優勝、二松学舎次も頑張って応援してます。もう一枚、でん、日大豊山来ました、粘り勝ちおめでとう、創価高校熱戦ありがとう、最後まで諦めない力のこもった試合で感動しました、もう僕たちも本当に同じ思いです、うん、まだまだ皆さんからのメッセージ募集しております、うん、はい、それではここでお知らせです。お知らせの後は大和ハウススタジアム八王子で行われた2試合をご覧いただきます。三振不動産販売、京葉鈴木記念財団、au ショップ八王子片倉、トランスポートエース&エース、うちの住宅センター、利権ジャパン、 au ショップ下北沢、 au ショップ上石寺、石井電工、リブラン、東発技術技能講習センター、サイネックス、黒船イノベーションズ、住商インテリアインターナショナル、平星銀行、 HYS エンジニアリング、足立自動車学校、中野ブロードウェイ、ルネサンス早稲田、東洋通信工業、ネットワーク水道センター。